お集まりいただいた皆さん、ありがとうございます。日本国の最大野党、立憲民主党で党首を務めております、枝野幸男です。党首に就任して初めての海外訪問である今回の訪米にあたって、伝統あるジョージ・ワシントン大学で講演をする機会をいただきましたことを、大変光栄に思っております。この講演のセッティングにご尽力いただいたマイク望月先生をはじめとする大学関係者の皆さん、そしてお集まりをいただいた皆さんに心から感謝を申し上げます。私は冒頭自己紹介に変えて、アメリカの友人の皆さんに感謝の意をお伝えをしたいと思います。先ほどもご紹介いただきましたが、2011年3月11日、日本が東日本大震災に襲われましたとき、私は内閣官房長官を務めておりました。地震、津波、そして東京電力福島第一原子力発電所事故と、私にとっても悪夢のような日々でありました。そのとき、友達作戦を展開した米軍の皆さん、そして米国エネルギー省や NRC 米国原子力規制委員会の皆さんをはじめとして、多くの皆さんに大変力強く温かいご支援をいただきました。あの時に日米同盟の絆を強く再認識し、米国の皆さんに最も感謝をしていた日本人の一人が私であったことは間違いありません。改めてこの機会にアメリカ国民すべての皆様に御礼を申し上げます。当時原子力発電所事故などに向き合い、何日間もほとんど睡眠を取らずに政府を指揮し情報発信に努めていた私に対して、 SNS の上で枝野ネオというハッシュタグが話題になりました。あれから7年経った今から1年前、新しい政党を立ち上げるかどうか考えていた私は、 SNS の上で今度は枝野立てというハッシュタグのもと決断を促されました。そうした国民の声に背中を押されて結成したのが立憲民主党であります。結成してわずか1年ではありますが、現在約80名の衆参国会議員が在籍し、最大の野党となっています。いまだ2大政党と呼ぶには小さな政党ですが、私は自らの政権与党における経験を生かし、遠からずこの立憲民主党で政権交代を果たす決意であります。立憲民主党は健全な日米同盟が日本外交の基軸であると考えています。第二次世界大戦終結後、70年以上にわたる日米の連携協力は日本の平和と繁栄にとって、そして東アジアと太平洋地域の安定にとって欠くことのできない前提となってきました。そしてその重要性はますます高まっていると認識しています。立憲民主党は70年余り積み重ねられてきた日米間の友情と信頼を大切にし、日本にとって最も重要な二国間関係として日米関係のさらなる健全な発展を目指していく決意であることを皆さんにお約束を申し上げます。その上で私たちは2つの基本理念を掲げています。一つは立憲主義に基づく民主政治の実現です。これは当たり前のことであるはずです。しかし最近の日本では立憲主義も民主政治も空洞化の傾向が見られ、私たちはこれを強く危惧しています。私たちは憲法による人権保障機能を重視します。また民主政治とは単なる多数決ではなく、少数の意見や立場にも十分配慮しながら幅広い合意形成を図ることになると考えます。
このような近代社会としての基本を徹底することで、社会の分断を防ぐことが私たちの基本姿勢であります。二つ目の理念は、多様性を認め合い、困った時に寄り添い、お互い様に支え合う社会を実現することです。グローバル化の進展とともに、経済的な国際競争が激しくなり、日本に限らず多くの先進国でいわゆる新自由主義的な傾向が強まりました。それは経済的な格差を拡大固定化し、社会の分断を生んでいます。また経済的に厳しい状況に追い込まれている人々を中心として、他者に対する許容度が著しく小さくなり、ヘイトスピーチやLGBT 差別、障害者差別など、少数者をいわれなく批判したり排斥したりしようとする動きが、日本でも顕著になっています。日本は相対的には今なお格差の小さな社会だという見方もあります。しかし他方で、伝統的に地域などにおける相互扶助的な要素が強かっただけに、急激な格差の拡大が社会にもたらしている歪みには深刻なものがあります。私たちは自由主義経済、資本主義経済を基本としつつも、効果的でメリハリの効いた分配政策の推進、安全、環境、労働、人権などの視点に基づく適切な規制の強化、そして少数者に寄り添った人権保障の徹底を目指しています。立憲民主党は地球規模の課題についても積極的に取り組む決意です。核軍縮に関して2010年8月6日当時のルース駐日大使が米国政府の代表としては初めて広島の原爆死没者追悼を平和記念式典に出席されました。そこから内々に交渉を重ね、2016年には当時のオバマ大統領にも広島を訪問いただきました。その後各国の要人に相次いで広島あるいは長崎を訪問いただき、核兵器の非人道性、悲惨かつ深刻な結果に対する理解が広がっています。現在の国際情勢の中で核の抑止力は認めざるを得ませんが、同時に私たちは目指すべき将来の姿として、そして唯一の戦争被爆国の責任として、核なき世界への道筋を追求をしてまいります。こうした前提の下で核兵器禁止条約に対して前向きなアプローチができないのか、米国政府との間でも交渉を進めていくべきであるというふうに考えています。気候変動問題については、私たちが政権を担当していた当時、2009年の国連総会における当時の鳩山総理の演説、そしてコペンハーゲン合意からカンクン合意、パリ協定へと至る過程で、私たちはアメリカの皆さんと共に交渉を進めてきました。ちなみに当時のルース駐日大使に先ほど申し上げた広島訪問を直接要請し、コペンハーゲンで気候変動についてオバマ大統領と交渉したものが我が党の実質ナンバー2幹事長を務めております。私たちはパリ協定の目標実現に向けて、省エネの徹底、再生可能エネルギーの最大限の導入、そして石炭をはじめとする化石燃料依存からの脱却を進めます。そして東日本大震災で東京電力福島第一原発事故と向き合った者の責任として、原発ゼロを一日も早く実現します。また2015年の国連サミットで採択された SDGs 持続可能な開発目標についても、各分野で活躍されている市民団体や NGO と意見交換を重ねています。誰一人として取り残さないという SDGs の理念は私たちの基本姿勢と一致をしています。保健、気候変動、
エイズ、マラリア、結核などの三大疾病対策、インフラ整備分野などの ODA を通じた日本の国際協力は一定の評価をいただいていると認識しています。人間の安全保障を世界でさらに具現化するための貢献を果たしていきたいと考えています。こうした地球規模の課題について、日米両国の連携は質的にも財政的にも未来の世代を守るために不可欠なものであり、今後の取り組みを深めてまいりたいと考えています。トランプ政権について申し上げます。トランプ政権になってからのアメリカ政治に対しては、日本国内でも評価が分かれる場面が多く見られます。まず北朝鮮政策から申し上げます。この30年、日米両国は北朝鮮の核開発などに翻弄され続け、状況は悪化し続けました。1993年の北朝鮮の NPT 脱退、94年の米朝枠組み合意とその挫折、2003年の再度の NPT 脱退、その後は度重なる核実験の強行と頻発するミサイルの発射実験で緊張が極度に高まり続けました。トランプ政権による本格的な経済制裁を課し、軍事制裁を辞さないという考え方は、こうした状況で戦略的忍耐政策を取ってきたアメリカにとっての大きな路線転換だったと思います。そんな中で文在寅政権の登場も重なり、今年の平昌オリンピック以降の南北首脳会談と米朝首脳会談の実現は、日本でも驚きと期待を持って迎えられました。ハーモンテン宣言と米朝共同宣言という2つの政治宣言で、北朝鮮は非核化を約束しました。しかし、ご案内のように非核化のプロセス、最終的な形態がどういうものなのかは未だに明確にされていません。 CVID 完全かつ検証可能で不可逆的な核解体とは一体いかなるものであるのか、さらなる具体的な進展があるのか注視をしています。非核化と平和協定の締結がスムーズにいくという甘い考えを私は持つことができません。北朝鮮には何度も裏切られているからであります。今回、完全な非核化を通して核のない朝鮮半島を実現するという共通目標の確認合意に至ったことは歴史的な前進であり、こうした土台を作ったトランプ政権と文在寅政権の決断には敬意を表します。しかし、非核化の定義にもよりますが、そのプロセスは2年かかるとも10年かかるとも言われています。完全な非核化とは、兵器システムから核分裂性物質、製造施設、濃縮施設まで核兵器とミサイルに関する広範な部分をも含むと、それはポンペオ国務長官の発言を私も強く支持します。こうしたプロセスと並行して、北朝鮮が対戦保障、すなわちアメリカとの平和協定の締結を強く望んでいることが間違いありません。対戦保障にあたって重要なのは制裁の緩和と解除であり、経済支援、経済協力が求められるであろうことも容易に想像できます。日本はこうした朝鮮半島の対戦保障に伴う平和構築について米韓と協力して重要な役割を担わなければなりません。平和構築のプロセスにおいて朝鮮半島の緊張緩和が進むことになれば、在韓米軍と在日米軍の役割について再検討が不可避となってきます。 CVID と在日在韓米軍の在り方の検討は、日米韓の緊密な連携のもと平行的にかつ慎重に進めなければなりません。なぜなら、体制保障があまりに先走れば、東アジアの安全保障環境のバランスを崩し、不安定化することになりかねないからです。一方で、北朝鮮に非核化ばかりを求めても、おそらく北朝鮮は納得しないでしょう。双方にとって息の長い、難しい交渉になることを覚悟しなければなりません。そして日本は、この交渉のあらゆる機会を捉え、拉致問題の解決を求め続けます。アメリカの皆さんには、被害者の心情にご理解をいただき、引き続きの協力をお願いをいたします。私は今後の展開にもよりますが、日本は拉致の事実関係を確認し、前に進めるためにも、
平壌に連絡事務所を置くべきと考えます。日米韓3カ国の強い連携のもと、CVID や拉致問題の進捗を見守りながら、北朝鮮問題の解決に向けた努力を進めるべきと考えます。トランプ政権の標榜する自由で開かれたインド太平洋という地域戦略は、オバマ時代のリバランス政策と基調においては共有するものと考えます。自由、法の支配、市場経済という理念のもと、中国と向き合いながらこの地域の安定を図っていくという地域戦略についてはトランプ戦略と日本との間で連携して進めていくことができると確信をしています。しかし一方でトランプ政権の不確実性に不安な面もあります。トランプ大統領が公約に掲げ実行しつつあるパリ協定や国連人権委員会からの離脱、イラン核合意の破棄などは私たちが政権を担っていたときに日米で連携して進めてきた方向に逆行するものです。また第二次世界大戦後、アメリカが中心となって実現をしてきたリベラルな国際秩序の骨格となる価値、すなわち自由、人権、民主主義を揺るがしかねないものであると考えます。私たちはこうした傾向を強く懸念しています。立憲民主党は国際協調主義の下での外交政策の推進を重視すべきと考えます。アメリカは理念の国であると私は学んできました。アメリカ国内でこうしたテーマについて今後どのように議論がなされていくのか強く関心を持って見つめています。最近米中の経済摩擦が激化をしています。またトランプ大統領ご自身が折に触れ言及されていることもあって日米間での経済摩擦についても懸念されています。保護主義がトランプ大統領の持論のように言われていますが、保護主義が強調されることは、米中2カ国、日米2カ国の間にとどまらず、米国を含めた世界経済に大きな悪影響を与えかねません。私は内閣官房長官の後、経済産業大臣に就任し、当時のロン・カーク通商代表と、自由貿易の発展に向けた交渉を重ねました。世界経済は相互依存の関係にあります。米中の貿易が縮小すればサプライチェーンを通じて第三国にも波及することは明らかですし、日米についても同様です。またアメリカが中国に輸入制限を課した集積回路や半導体製造装置のようにアメリカの生産活動に使用される製品は通商制限によって価格が上昇し、結果的にはアメリカの企業競争力が低下します。さらに貿易摩擦の結果、先行きが不透明になればなるほど企業は投資をためらいます。そして金融市場へも悪影響を与える恐れが高まります。貿易問題については各国の立場や事情が直接的に反映されます。日本にも一次産業分野を中心としてどうしても譲れない主張があります。しかし自由貿易が基本であるという共通認識、企業などの予見可能性を高めることが重要であること、これがそれぞれの立場も加えて重要である。したがって保護主義が取るべきではない、これらの姿勢を常に確認し続けるべきであると考えます。そして世界全体の経済とそれぞれの国の国益とがウィンウィンの関係となる道を目指し粘り強く交渉を続けることが重要であると考えます。沖縄問題について申し上げます。私たちは日米安全保障条約とそれに基づく同盟関係を重視します。だからこそ将来にわたる安定的な日米関係の維持発展という観点から海兵隊基地の新設問題など在沖縄米軍基地問題の現状を強く危惧しています。沖縄県には国土の 0.6% の土地に在日米軍専用施設面積の約 74% に及ぶ広大な面積の米軍基地が存在します。残念ながら米軍による事故や事件が発生し、そのために命を落とした県民も少なくありません。また沖縄は第二次世界大戦において日本では唯一の地上戦が行われ、民間人を中心に31万人もの人々が犠牲となりました。その後も27年間にわたって米国の統治下に置かれました。日本全体の国益のために沖縄だけに過度な犠牲と負担を押し付けている状況であります。そんな中、
市街地の中にあるために大変危険であるとされる米軍海兵隊普天間基地に変えて、辺野古の海岸に新たな海兵隊基地を建設するという計画が進んでいます。普天間基地の危険を取り除くことが喫緊の課題ですが、沖縄の本土復帰後初めて新たな米軍基地が建設されることから、沖縄県民の多くが反対の声を上げてきました。辺野古建設を決めた佐古合意からもう20年以上が経ちますが、いまだ本格工事は開始していません。沖縄県民の反対反発はますます強くなっています。これ以上辺野古基地建設を強行することは、沖縄県民の理解を得られず、安定的な日米関係の発展にとっても大きな阻害要因になると考えます。私たちは辺野古基地を建設することなく普天間基地の返還を実現する、同時に日米関係や米国の安全保障戦略に悪影響を与えない、困難な3つの条件を同時に成り立たせる解決策の模索をアメリカの皆さんと共に取り組んでいきたいと考えています。最終的には日本国政府として米国政府との間で交渉し合意することが必要です。しかしそのためにはアメリカの極東における安全保障戦略とその中における海兵隊の役割、さらには海兵隊の具体的なオペレーション、そして沖縄における国民県民感情をはじめとする日本側のさまざまな事情について率直かつ詳細な分析と意見交換を積み重ねることが必要です。私たちはこれらを政府間の交渉だけに委ねるのではなく、私たち野党を含む議会人や民間有識者、専門家を含めてより幅広く率直な意見交換を重ねることでこそ、日米両国民が真に理解納得する日米同盟関係の進化が可能になると考えます。同時に日本における米軍や米軍関係者の法的地位などについて定めている日米地位協定についても改定に向けた率直な意見交換を積み重ねたいと考えています。ドイツや韓国など米軍が駐留する他の国々と米国との同種の協定と比較しても、日米地位協定は不平等不公正との批判を免れません。私たちは極東アジアにおける日米安全保障条約と日米同盟を重視する立場から、特に基地の集中している沖縄県民の理解を得られる内容に改定することが必要であると考えます。以上、米国の皆さんとも関連するいくつかの点について申し上げました。今回の訪問を機会に、立憲民主党の考え方について、日本にとって最も重要な友人であるアメリカの皆さんにも知っていただき、また米国のさまざまな立場の皆さんと意見交換をして相互理解を深めたいと思っています。こうした努力を積み重ねることが、日米関係を重視する立場から政権交代を目指す政党としても責任ある姿勢であると考えるからです。皆さんのご理解と今後のご協力をお願いを申し上げ、私からのスピーチとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 Thank you very much.